ビリニュス大学は、リトアニア共和国ビリニュス軍ビリニュス市に本部を置く、リトアニアの国立大学である。1579年に設置された。この地方では、クラックフのヤギエオ大学、ケーニヒスベルクの大学に次いで創立された、最も古い大学の一つである。現在の校名は、ビリニュス大学であり、リトアニア語では、ビルニュース・ウナバースティタスと表記され、ラテン語では、 ウニウェルシタス・ビルネンシスと表記される。その他、時代により、以下のような名称が用いられていた。百リタス紙幣に描かれている、ビリニュス大学のメインキャンパスビリニュス大学校庭が描かれた、絵画1568年、リトアニアの貴族がビリニュース、またはカウナスにおける高等教育機関の設立をイエズス会に要請した。 翌年、ビリニュス司教のバレリアンプロテイソックスが、町の中心にある複数の建物を購入し、1570年、コレギウムを創設した。設立された当初、コレギウムには、人文科学、哲学、進学の3つの部門があった。最初に学生が在籍したのはコレギウムが創設された1570年のことで、この年には160人の学生が在籍した。 同じ年には、大学図書館も設立され、ジグムント2世によって2500冊の本が寄贈されている。教育はラテン語によって行われていた。なお、その後17世紀初頭にはリトアニア語を母語とする学生にラテン語を教えていたという記録も残っており、また、そこではコンスタンティナス・シルビーダスが編纂した辞書が用いられていたと考えられている。 1579年4月1日、ポーランド王権リトアニア大公のステファン・バートリが、コレギウムを昇格させ、クラクフ・アカデミーと同等の大学として認めた。これが大学としてのイエズ・スカイ・ビルの大学アカデミーの正式な創設である。彼の布告は、1979年10月30日、教皇のグレゴリウス13世にも認められている。大学に昇格してからは、 東方へのカトリック不況の拠点として機能していくこととなった。初代学長はピョートルスカルガ。彼はヨーロッパ各地から科学者を呼び集め、図書館を拡充し、ジグムント2世など多くの支援者を集めた。学生の3分の1はリトアニア人で、その他ドイツ人、ポーランド人、スウェーデン人、さらにはハンガリー人の学生もここで学んだ。1575年。 ミコアイクシシュトフコーラの支援により、大学に印刷書が完成した。これはこの地域で最も古い印刷書の一つで、ここでは、ラテン語やポーランド語による本が印刷され、さらに1595年には、リトアニア語で書かれた、リトアニア大公国で印刷されたものでは現存する、最古の本もここで印刷されている。この本は、キャスチスミス。 アーバマクスラズキークビアノムクレクシャナイプライビラスと題されミカロユスダウクシャによって書かれた。かつての天文大アカデミーは17世紀まで発展を続けた。しかし、後に大洪水時代と呼ばれることとなる17世紀後半には入学が許可された学生の数は劇的に減少し、教育の質も落ちた。18世紀半ばになると、 アカデミー当局はアカデミーを復活させようと努めた。例えば、1753年には、トモシシュ・ザブラウスキーによって、ポーランド・リトアニア共和国で最初の天文台が作られている。これは、ヨーロッパでも4番目に古い専門施設である。イエズス会の制度が衰退し1773年には、イエズス会が廃止されたため、その年には、世界で最初の文部省とも言える。 国民教育委員会がアカデミーを監督するようになり、その結果アカデミーは近代的な大学へと変革していった。マルチンはアドラニッキー・ポックスバット学長の尽力により、1783年、アカデミーに拠点学校の地位が与えられ、リトアニア大公国拠点学校と名称変更された。ビリニュス大学のキャンパス1795年に、 ポーランドリトアニア共和国が分割されると、ビリニュスはロシア帝国領となり、アカデミーの名称もビリニュス拠点学校に改名された。しかしその後も1803年までは国民教育委員会がアカデミーを監督していた。1803年、ロシア皇帝のアレクサンドル一世が新法令を承諾し、アカデミーをビリナ帝国大学に名称変更した。 ビリナ帝国大学は栄え、ヨーロッパで最も大きな大学の一つとなった。当時、学生数でもオックスフォード大学をしのいでいた。しかし1823年、ロシア皇帝に対する陰謀を理由に、学生の多くが逮捕された。後に詩人として有名になるアダム・ミツキエビチもこの時逮捕されている。1832年に11月放棄が起こると、大学は、 ニコラ一世によって閉鎖された。大学にあった二学部はそれぞれ別の学校として分離された。その一つがイカゲカアカデミーで、もう一つがローマカトリックアカデミーである。しかしこれらの学校もすぐに閉鎖された。放棄が抑圧されると、ポーランド語やリトアニア語の公的使用は禁止されることとなり、これらの言語で行われていた教育も行われなくなった。また、 ビリニュス帝国大学にあった財産の多くが没収され、サンクトペテルブルクなどに送られた。1918年2月16日、リトアニア評議会は独立を宣言。その後も混迷した状況は続き、大学は1918年から1919 19年にかけて3度にわたって、別々の権力によって再開校された。九百十八年十二月、 リトアニア国家評議会が大学を再建、翌年1月1日より授業が開始された。しかし、赤軍のリトアニア進行により授業は中断された。その後リトアニア人で共産主義者のビンツァス・ミツケビチュースカプスカスが1919 19年3月に労働大学として再開校することを提案した。 しかし1919 19年4月には、ビリニュス地域はポーランドに占領される。1919年8月28日、ユゼフ・ピウス付きが、ステファン・バートリ大学として、大学を再開行。その後ビリニュスが再び赤軍に占領されていた時期もあったが、1920年10月12日に、中部リトアニア共和国が建国され、1922年、 ビリニュース地域はポーランドに編入された。ビリニュース地域がポーランドに占領されている間、リトアニア人教員は、臨時首都のカウナスに移り、ピーターウタス・マグネス大学にて教鞭を振るった。大学には、チェスワフ・フミゴシュ、ベワニス・ロブ・タター・キウィックス、マリアン・ザ・ジェイチェ・ハウスキーといった著名な科学者が在籍していたため、大学はすぐに国際的な評判を取り戻した。 当時の大学には、後に、ノーベル文学賞を受賞するチェスワフミウォッシュも、学生として法学部に在籍していた。ポーランド政府からの補助金や個人からの寄付金により、大学はすぐに発展していった。当時大学図書館には、歴史的所蔵品や地図などを含む60万冊が、所蔵されており、これらは現在でも保存されている。 1938年の時点で大学には7つの研究所があり、123名の教員と3110名の学生が在籍していた。留学生としては、ロシア人212名、ベラルーシ人94名、リトアニア人85名、ウクライナ人28名、ドイツ人13名が在籍していた。ドイツ軍によるポーランド侵攻により、大学での教育は、 中止に追い込まれた。その後すぐにビリニュースはソビート連邦に占領された。交戦状態が収束すると教員の多くが大学に戻り、1939年10月1日、大学が再開校された。10月28日、ビリニュース地域はリトアニア共和国に編入された。1939年12月15日、リトアニア当局は大学を閉鎖。 教員と学生約3000名は解散を命じられ、リトアニア化政策の一環で、それまでの大学と同じ場所に新しく、ビリニュス大学が設置された。新たな大学検証には、ビリニュス大学は、ビータウタス・マグノス大学制定法に基づいて運営されることが明記され、また、リトアニア語によるプログラム、学科が設置されることとなり、リトアニア語が、 大学の公用語とされた。それまでの法学社会科学部、人文科学部、医学部、神学部、数理生命科学部は地下活動を続けた。その後すぐリトアニアはソビート連邦に編入され、ポーランド人教員は再度教団に立つことが認められた一方で、リトアニア人を含む他の教員の多くが反動主義者であることを理由に逮捕され、刑務所に入れられたり、 ロシアやカザフスタンの強制労働収容所へと送られるなどした。1939年9月から1941年7月にかけて、ソビエト当局は19名のポーランド人教員及び元教員を逮捕、追放し、そのうち9名を殺害した。殺害されたのは以下の9名である。1941年7月、ビリニュースはドイツ軍に占領され、 ポーランド人向けの高等教育機関はすべて閉鎖された。しかしビジネスに残っていたポーランド人教員は個人のアパートの一室で講義や試験を行うなどの地下活動を続けた。なお当時授与された学位は戦後ポーランドの大学で広く認められている。1944年学生の多くが夜明けの門作戦に参加。 その後参加者の多くが内務人民委員部に対し、1940年から1944年9月にかけてドイツ占領当局の監視の下、リトアニア人学生を対象に、リトアニア人教授や活動家のミコラス・ビルジシュカによって、ビリニス大学が開校されていた。戦後、学校教育を受けたポーランド人はポーランド人民共和国へと送られ、 その結果、ステファンバートリ大学の元学生、元教授は、ポーランド国内の各大学で活動を続けた。お互いの関係が疎遠にならないように、教員全員がそのまま同じ大学に移ってくることも、あった。1945年以降、数学者、人文科学者、生物学者の多くが、トルン・ニコラウス・コペルニクス大学へと移り、またイ学者は新たに設立された。 グダンスクイカ大学の中心メンバーとなった。トルン大学は、ステファン・バートリ大学のポーランド文化の伝統を受け継いだ大学であるとみなされている。1955年、大学の名称に、リトアニア共産党創設者の一人であるビンサス、カプスカスの長が、ソビート連邦の制度の下で抑圧されていたものの、ビリニュス大学は、発展を遂げ、また、リトアニアのアイデンティティを育んでいた。 1988年、グラスノスチ政策により、ビリニュース大学はソビエトンのイデオロギーから離れ、自由な活動を始めた。ビリニュース大学見学425周年記念日、リタス効果1990年3月11日、リットアニアが独立回復を宣言すると、ビリニュース大学は自治権を取り戻した。1991年からは、 大学大検証にも調印している。また現在は、欧州大学協会やバルト地域、大学学長協議会の正会員でもある。交渉と後期現在の学長は、ベネディクタスヨードカ教授。現在、ビリニュース大学には、以下の学部及びそれに準ずる研究員が設置されている。また、以下の研究所も設置されている。ビリニュス大学図書館の入り口。扉は、 制度性。マルティーナス・マジュビーダスによる、リトアニア語で書かれた最古の本が所蔵されている。など2009年10月1日現在、学生数は23,707名。また2009年度の卒業生は、学部、大学院を合わせて5,504名である。2009年10月1日現在、教員数は2,944名。名誉博士号が授与されたものは、 以下の通り、ステファン・バートリ大学ビリニュース大学ビリニュース国立、ビンツァスカプスカス記念大学、ビリニュース労働赤旗勲章及び民族友好勲章授与国立、ビンツァスカプスカス記念大学ビリニュース大学。ありがとうございます。